スーエスユステトリクス、またはテトリクス一世はローマ帝国から分離独立したガリア帝国の皇帝。後の皇帝テトリクス一世ことガイウスピュースエスユィステトリクスはガリアの血を引く富裕な言動員議員の家系に生まれた。少年ははっきりしておらず、また前半生も不明である。270年から ガリア・アクイタニアの属州総督を務めていたテトリクスは、ガリア帝国三代皇帝であるウィクトリヌスが部下に、殺害された271年はまだアクイタニア、総督の在任中であった。ウィクトリヌスの母ウィクトリアは、勢力維持を目論んで軍に多額の賄賂を送って、自らが次期皇帝を指名する権利を得ていた。そこで、軍からの信望を得ていたテトリクスは、ウィクトリアによって、 次期皇帝に指名され、テトリクス一世として即位した。テトリクスは、領内のガリア地区へ侵犯した、ゲルマン人を撃退し、ローマ皇帝、ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスが、ローマ帝国から拡挙したパルミラ帝国を征服するべく遠征している間に、初代皇帝のポストゥムス死後に、ローマ皇帝、クラウディウス・ゴティクスに奪われたガリア・ナルボネンシスとガリア、アック・イタニアを奪還した。 テトリクスはアウグスタ・トレウェロルムへ首都機能を一転させ273年に同盟の息子テトリクスを共同皇帝とした273年にパルミラを征服したアウレリアヌスはローマ帝国再統一を果たすべく274年にガリア帝国へ侵攻したシャロン・スユル・マールヌの戦いでガリア帝国軍はローマ軍に敗北し テトリクス一世らは捕虜となった。一説によれば、戦乱続きで国力が疲弊していたテトリクス一世は、戦闘に至る前にアウレリアヌスと交渉して、自らの身の安全の代わりにガリア帝国を引き渡したとも伝えられる。いずれにしても、アウレリアヌスによるガリア帝国への遠征は、成功に終わり、ガリア帝国は解体されて、ローマ帝国へ再統合された。なお アウレリアヌスの外戦式に、テトリクスは、パルミラのゼノビアと共に捕虜として連行された。外戦式の後テトリクスは、約束通り処刑されず、イタリア本土のルカニア地方の総督に任命した。また、息子のテトリクス2世も原動院議員に任命された。テトリクスの没年は不明だが、同地で展示を、全うしたと伝えられる。ありがとうございます。